キャッシュカード受付で遠くからお越しくださいました。今年何番目の水戸信用金庫様ですって。まあそうなみたいな。今年1月1日から。あれこれどっち？東左だよ。東 ATM のでの水戸信用金庫での取引は今回あなたが左側です。ちょっと分かったら面白いですね。遠く来た時だと。およそ 5.5 キロ先、地崎を左方向です。まあ、1時間が早いけど大丈夫だよね。3時から7時だから。遅くてもんかい。とか住所覚えてない、なんとなくでしかもない。うちの20いくだっけ、1の秋安1丁目2のあれですか、23だっけ。いや別に茨城の住所書けばいいんじゃない。だって登録したの広島だもん。なんでだって違う、ほら案内とかもあのレオパのままだったから。レオパ、でもそのレオパを茨城のあなたの実家とかそれでいいんじゃないの。実家に行ったらまたね、いろいろなんか言われるの。言われはしないけど、ちょいいじゃん。だってまた来るかもしれない人の日も分かんないけど。見たからなんだ、分かんない。だから一応でも広島にしといたの。住所覚えてないのに千人みたいなのがあるんですか。すごいなんかこれなんだろう、この石垣。普通の石垣の時ではないのか。お城でもあって、もうおじいちゃんだった。飛び出し坊やが。坊やじゃなかったでしょ。うん、おじいちゃんだった。飛び出しおじいちゃん。新しい飛び出し坊や。おじいちゃんだから飛び出せない。飛び出しじいさん。それだけ多いってことだよね。まあまあ、もう気にせずに。いやもう渋滞とかなさそうでいいなって見ちゃって思った。この時間で道がなんか渋滞してるよ。してるけどさ、なんか通勤とかも楽そうだなって。まあ一つの国として成り立ちそうだ。ちょうど真ん中だけで経済もあるし。やっぱり観光地でお客さんも来るしね。日本から来るお客さんはみんな外国人観光客みたいな。うん。あ、手に見えます。まず独立国になる。
うちょいただのが新しかったですね。うんうん、確かに。それだけも言ったら余裕とかもあるのかな、うん、ちょっと思う。観光で踊って、オリーブで踊って、さっき滑るグループまで来たんですよ、山半分くらい。全然1日で一周余裕でできるようになっちゃうね。いろんなとこ見るってだと、さあ、まあ、2泊でちょっと余るぐらいじゃないですか。本当にのんびり見ようと思えば2泊で。最初乗りたかったフェリーの時間、木崎を左方向です。ある意味あれだね、ここフェリー初心者、車旅初心者、おすすめかもしれないね。こじんまりした島で、でそこまででも走りにくい、道もないし、車旅、なんでフェリー旅をしてみたい人もいるかもしれない。こんなガミするかよ、さすがに。施設もいろいろあるからね、なんか困りごとがあっても困らないし。確かに。下手げに長野の山奥行っちゃう方がよっぽど危ねえ。およそ700m先左方向です。なんとか
岐阜の山奥感は半端なく不安になる時あるからね、走って、うん、全然不安感ないよね、ここね、うん、離島なんだけど。これはいいとこだ、別に。では寒霞渓見て、ダム1、道の駅2でしょ、うん、朝もそんな早くない時間帯から動き出して、うん、で、夜もこんな時間にはもうのんびりすっかってなれるんだよ、うん、明日はもう当初目標としてたのは残ってるのは道の駅1とダム3、うん、あとはまあ御朱印取れるところがあればちょっと宿で調べて、明日は朝一から動けるでしょ、もう。まあそうね、およそ300メートル左方向です。あ、あれじゃん、北斎ホテル。まもなく左方向で、その先目的地付近です。あれ、そこだった。左方向です。この先実際の交通規制に従って走行してください。道路だよ、ここ。まもなく目的地付近です。あ、こっち。あ、はい。何、バックにプレッシャー感じてるんだよ。みんなバックで止めてますからね。はい、はい、来て。はい、来たまま。はい、まだ来たまま、まだ来たまま、そのまま来たまま、まだ来たまま、まだ来たまま、まだ来たまま、それでいっぱい直す、逆でいっぱい直しますバックで。あれは一台逆に返ってきて、おらない。はい、OK です。はい。どうも。え、タイヤ直ってる？できない人は大変だね。そんなこと。じゃあチェックインだけ先に済ませちゃうか。まあそうね。荷物後で取りに来ても。うん。時間はあるから。Yeah.